石川聖太郎は、東京都出身の日本の指揮者。広明学園中学校、高等学校、NHK 学園高等学校を経て、東京芸術大学音楽学部指揮科を卒業後、ロベルト・シューマンを音楽大学音楽学部を卒業、同大学院を修了。音楽事務所ジャパンアーツの協力アーティスト。2021年に名前を石川聖太郎と改める。 2011年及び2012年、ロームミュージックファンデーション小学生。ゲルハルト・ボッセのアシスタント指揮者となり、ボッセ指去の2013年以降は、公認として、神戸市室内合唱団の定期演奏会の指揮者を、務める。2015年1月に、ソウルで、日韓国交正常化五0周年記念演奏会で、日韓の合同オーケストラと共演。同年月には、 第10回読み共カレッジでの指揮者を務めた。2017年3月に、つながる心、つながる力みんなで作る復興コンサート2017、サポーテッドバイ KDDI で、指揮者に選ばれ仙台フィルハーモニー管弦楽団と共演。2018年6月には、ハンブルク州立歌劇場で、ペータール実家の新作オペラ、ベンヤミン世界初演の副指揮者を務めた。これまで指揮を 田中良和、ハンス・マルティン・シュナイト、ゲルハルト・ボスセ、リューディガー・ボーンに、ピアノを、林達也、ユーラ・マルグリスに、コレペティトゥールを、ゲルハルト・ミハルスキに指示している。ありがとうございます。